こんにちは、ゆきです。今回も動画ご覧いただきありがとうございます。今回ですね、12月に行ったトルコで購入したものをご紹介したいと思っております。実はですね、あんまり私お土産買わない派なんですけども、もうなのでそんな参考になるものはないかと思うんですけども、一応記録としても残しておきたいと思ったので作ってみました。ご覧いただけると嬉しいです。ではどうぞ。はい、というわけでこれが購入したもの、もうもらったものもあるんですけど、もうほとんどもらったものかもしれない、はい、で普段お土産はあんまり買わなくて、日本で買えないものがあったら買うって感じですね。結構今何でも日本で買えますよね、本当に。で、唯一毎回買ってるものがマグネットですね。じゃあいろんな国のマグネット集めてます。今回はイスタンブールを買って、あ、トルコっていうイスタンブール買っちゃってるで、あとはドバイ経由だったのでドバイのも買いました。ドバイね、今度またちゃんと行きたいです。で、宿泊したホテルでもマグネットいただいたので、今回このマグネットもコレクションに加わっております。嬉しい、かわいい。で、お土産なんですけど、まずバザールで購入したのがコーヒーカップとソーサーです。結構デザインはシンプルめで、コーヒー大好きなので、もうコーヒーカップとかコーヒーマグとか、自分の分しかないけどやたら大量にあります。なんか多分これあるあるですよね。結構いろんな柄物もあったけどシンプルめなのにしました。で、こちらがお土産用に購入したトルコブランドのグロスです。現地のティーンエイジャーの子のおすすめで買いました。なんか発色もいいし、なんか価格も可愛くていいよって言われました。で、これとポーチとティーカップセットで、ちょっとアラジンのジャスミンっぽい配色なのでジャスミンセットって言ってあげました。友達にジャスミン大好きな子なんだ、まあ、ミサちゃんなんですけど、めっちゃ喜んでくれました。で、自分用に、あとですね、このポーチ、バラ巻き土産に本当にめっちゃいい。カラーもたくさんあるし、リップとかちょっとしたもの入れるのにもいい大きさだし、小さいサイズもあるし、これより大きいものもあります。もうなんか友達みんな漏れなく喜んでくれました。で、自分用にも赤いティーセット買いました。ソロです。で、こちらの気球のボールペンはバルーンツアー行った時のお兄さんにいただきました。で、後ろの2つのポーチなんですけど、こちらはトルコの Vlog に出てくるエミレーツのポーチとなってます。また見てください。で、手前にあるポーチ、小さいアクセサリーポーチ、こちらはバザールで購入したアクセサリーです。ピアスですね。トルコといえばターコイズなので、ターコイズのピアスを買いました。もうね、これしか買ってないけど、ピアスめっちゃ可愛いのたくさんあって、しかもカラーストーンがすごく豊富なんで、アクセサリー好きな人は多分たまんないと思います。で、合わせて、ピアスともう一個指輪も買いました。もう可愛いですよね、色もデザインも結構即決で、この時カズちゃんに今やってるネイルと相性いいよって言われて、それと合わせてなんかつけてました。向こうもいる間にめっちゃ可愛い、今もお気に入りつけてます。で、後ろにある大きなポーチが、こちらがトルコの刺繍が入っているポーチです。結構大きいので、インスタでポーチをクラッチとして使ってる人がいたので、それが可愛くてそんなのしたいなと思って買いました。めっちゃ可愛い。で、横にあるのがトルコのバスタオル、すごいね、ふかふかの手触りなので、まあタオルじゃなくてブランケット代わりに使おうと思ってます。なんかね、端にビラビラついてて全然なんかタオルっぽくないんで、ブランケットで。で、キコのアイシャドウも買いました。多分キコは関西では見たことないのでない気がします。で、今回初めて買ってみたんですけど、すごくシャドウのキラキラが綺麗です。下地つけたらすごく綺麗に発色しそうです。で、今回ドバイのキャンドル、空港で見つけたキャンドル、バス&ボディーワークスのキャンドルですね。これめっちゃいい香り、めっちゃいい香りです。本当にベリーの香りで、もう火灯さなくてももうずっとこの状態で部屋に置いてます。
もうディフューザーよりお店の名前見るに走っていってテンション上がってビデオしてるのにビデオも止めて走っていたゆきさんでございます。さあこちらは何でしょうか。もう大好きバス&ボディワックス。めっちゃ大きくないですかキャンドル。これいつ使い終わるんだよっていうか多分あれなのかな。なんでなんだーいなんでなんだーい。どんなロマンティックな部屋に住んでいるのか乞うご期待と、まあ簡単に紹介終わりです。こんな感じで今回のトルコ購入品でした。ご覧いただきありがとうございます。こういった購入品の動画などまた見たいって方いらっしゃいましたらいいねボタンいただけると嬉しいです。で視聴者登録もしていただけるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。